2アウトランナーがありません。バッター牧原です。おお、超スローボールを使ってきました。球速出ませんでした。送りバントの構えになりました。球場ざわめいてますね。ちょっとつきましたね。どよめいてる、というビッグボスはね、シネット見てますけれども、最初の1本チーム初安打打っています。カーブ85キロ、はい、もう交流戦でも一つ話題になりましたけれども、いい、はい、山川のこのカーブですね。ホームランしてくるわけですから、そうですね、なんていうか本当レベルの高いというかね、意識の高い選手ですよね。今1球目バントの構えですけど、お客さんさすがにどよめいたんですが、これも入りません。打ってくるかもしれないですけどね。際どいコースですが、ストライクを取りました。西武の選手がまだ出てきてない、レフトがいない、オグレディが出てきてなくて、今辻監督、九州の森さんと話をしていますが、はい、あ、熊代が今出てきました。ちょっと珍しいケースでしたけれども、はい、はい、熊代が今レフトのポジションに走っていきます。この回からオグレディに代わってご覧の熊代がレフトに入ります。うん、ガルビスがセーフティーですか。ベネズエラ出身、スイッチヒッターの、ね、新外国人。んで送りバントの構えですか。ということですか、立山さん。そうですね、まあ、野手もそうですけども、バントと鷹をくくらないことですよね。でファーストストライクだけ思い切ってスイングということもありますから、はい、やはりバントの構え。カーブやスライダー、スライダーですか、スライダーが2球続いています。清宮はヒッティングのまた構えに戻っています。でバントの構え、スリーボールナッシング。清宮は今シーズン送りバントは1回だけあります。通常なら送りたいところですが、いやいやバントだ、なんとグラシアルバント。あ、打って打てって言ってますね。もしかしたら自分でなのかもしれないですね、これ。確かにグラシアルにバントの